している横たわる現実と添い寝して目を閉じるドミノは一瞬で崩れてゆくコツコツとただ日々積み重ねても無惨にそれでもまた朝が来れば仕方なく目覚め散らかった悲しみや希望を片付け心の中の温かいもの隠し続けていればそれでいいから人が今でも元気で一緒にいたとしたら目の前にいるあなたはどこで誰と生きているのでしょう人生の7割は予告編で残りの命数えた時に本編が始まる